はい、ビッグレンズのソシャックメンです。ときめきメモリアル2のね、続きをやっていきたいと思います。ペンギンショーとかやってんの、水族館やべえ。とりあえず養蜂士がちょっと少ないんだよね。養子あげとこう。めっちゃ成功してるでしょ。いいぞいいぞ。お、すげえ大成功した。なんか下手にいろんな子誘うよりもひかりちゃん重点的に誘ってった方が良さそうだな。あ、百面くん、百面くん嬉しいな。あ、で、どうしたの。ゲームセンターにしてみるか、試しに。来るかな、ゲームセンター。あ、残念だな。くそ、その日だけはダメなの。せっかく誘ってくれたのにな。え、なんか予定あったのかもしれないな。あー、テストか。オッケー。数学、あ、数学ダメだった。あ、理科もダメじゃん。よし、まあまあか。で、テスト休みなんで、まあ、電話で。あ、タワーって増えた。ちょっと待って、タワーで行くね。他一応チェックしよう。タワー誘おうぜ。タワー、12月23日にタワーに行かない。ただのタワーだからね。なんとかタワーとかじゃなくて。おタワーはオッケーだったか。よし、じゃあちょっとストレスが上がりすぎたら嫌なんで休ませてかな。あ、でももう一回電話かけて他の子誘っとくのもありか。やばそうなやつを。あ、カエデ子に電話かけとくか。じゃあ、はい、さくらです。電話してくれるなんて。この辺は同じかな。なんとなく声が聞きたくなっちゃっていい。そうなの。これ電話しまくったらなんかやっぱあんのかな。ずいぶん長電話になっちゃった。ごめんね。というかデートしすればいいのにね。またね。よし、ストレス22か。いや、いけるかな。まだまだいけるか。テストの結果が発表されているらしい。どうせ下の方でしょう。まあこんなもんだろう。あ、てかでもあれだね、76位だけど、もうみんなアホだから下の方にいるな。もう赤いホームランやばいな。0点取ってると。なんかこいつ美術0点ってやばくない。こいつらやばない。ひかりちゃんも美術29点だからね。釈面くん、お、出てきた。ちょっと頬をあからめてないか。光、すごい成績だよね。驚いちゃった。成績がすごくて褒めてきたってことか。そうかな、まぐれもあると思うよ。いや、まあほぼほぼ実力なんだけどさ。実力だよ。今度勉強しててね。そうそうそう、実力実力教えてやろう。さて帰るか。あ、白雪さんだ。いや、どうする。こいつと一緒に帰って変な噂立っても嫌だから、ちょっと無視してみる、試しに。ま、いいか、帰ろう。お、いや、いや、たくみどうしたんだ。今年もクリスマス一人なんだろ。失礼なやつな、こいつな。悪かったな。怒らない怒らない、これをやるからさ。なんかパーティーとかそっち系か。移住院家クリスマスパーティー招待状？例の移住院家で行われるんだってさ。マジか。女の子も大勢招待されてるって話だよ。行く行く、サンキュー、たくみ。お代はクリームソーダ1回おごりかな。それでいいな。100円ぐらいでしょ。抜け目ないやつ。容赦あげといて正解だな。門前払いくらいから下したら。今日から冬休みだ。じゃあデート行こうか。あれ、光はもう来てるぞ。釈面くん、ちょっと早く着いちゃってさ、退屈してたんだ。そっか、俺も早く来ればよかったな。ふん、そんなことないよ。私は来たかったから早く来ただけ。この否定の仕方がちょっと怖いの、気のせいか。じゃあ行こうよ。展望台はいつだって大人気だね。
タワーって展望台か。ただの晴れてる時は最高の景色だから当然だよね。早速入ろうよ。これ晴れてるのか、よかった。どんな感じだ。すっごく遠くまで見える。お、信じられないな。いやー、これはさ、まあ一番上でいいよね。高いところから見れば当たり前とか、マジで冷たい。じゃあなんで来たみたいな。じゃあなんでそっかしら。遠くの景色って見るだけで興奮するよね。そうかな。割といい印象を与えたみたいだぞ。よし、今日はとっても楽しかった。また誘ってね、きっとだよ。よし、高いところにとりあえず連れてけば喜ぶってことか。あのさ、一緒に帰ろうよね。よし、今日はクリスマスだ。伊集院さんの家でパーティーがあるんだっけ。チケットは持ったし、さあ行くか。え、大丈夫だよねこれ。でかい家だよな。あ、なんかもうさらにでかくなってねえか。メイ様のお友達でいらっしゃいますか。こいつが門番なんだな。友達というか先輩というか。申し訳ございませんが、そのようなお召し物では少々ご遠慮していただいております。え、なんでなんでなんで、ふざけんな。はい、厳しく言いつかっておりますので。え、入れなかった、くそ。しょうがない、帰るか。え、用紙足りなかったか。おい、どうしたんだよ。おお、お前もあぶれたのか。あ、純か、実は。そうか。さあ早く行けよ純、遅れちまうぞ。すまん。じゃあこいつはこれから行くとこか。ちっ、犬がしょんべん垂れてる、すげえ。何その寂しい演出。遠吠えしなくていい。要するに一人寂しく帰って、周りの人たちはみんなね、寂しすぎるな。前作も結構寂しかったけど、今回もかなり寂しいね。いや、容姿かな、やっぱ容姿あげまくろうぜ。で、まあ電話もデートもそこまでいっぱい誘わなくていいのかな。どうなんだろうな。ひかりちゃんちょっと誘いまくっときたいよね。ひかりとかえでこだな、とりあえず。水族館とか冬行けんのかな。凍ってそうじゃない。水族館にしてみるか、楽しみ。うん、バッチリオッケーだよ。お、全然オッケーだ。これは、うん、人としないでね。良さそうだな、この調子で行けば。で、ちょっとストレス上がったんで休ませて。新しい1年の始まりだな。そうだ、年賀状が来ているかもしれないな。光の年賀状だ。ほんと光はいつも俺のこと気にかけてくれるような。蛇年か。まあ普通の年賀状だね。で、あ、さくらさんの年賀状だ。今年もよろしくか。次はいつ会えるかな。すげえな、あの PS お餅の食べ過ぎに注意って、それお前だろみたいな。そして匠の年賀状か。頑張ろうって、何に頑張ろうか、頑張るのか分かるけどさって。まあ恋愛に頑張れってことなのかな。で、純の年賀状、去年とほとんど同じだな。まあらしいけど。ああ、もうこのね、ただ今年もよろしくしか書いてないテンプレ的なやつね。お、誰か来たぞ。あ、光、明けましておめでとう。うん、おめでとう。これから初詣に行こうよ。マジ青いな。これ断ったりすることもできるんだね。よかった、すぐに行こう。断る理由は全くないので、ちょっと待ってくれる。今服を着替えてくるから。うん、ゆっくりでいいからね。あれ、振り袖みたいの着るの。お待たせ。あ、そういえば光、晴れ着だね。あ、晴れ着な。あ、うん、どうかな、ちゃんと着れてるかな。洗濯してるか。あ、出るな。どれだろうな。まあこれかな。
もうとにかく褒めちぎればいいと思うんだよね。わかんないけど君に褒められるのが一番嬉しいな。おし、いいぞいいぞ、バッチリ良い印象を与えるぞ。じゃあ行こうか。なんてお参りするまでに時間かかりそう。混んでるってこと？お正月は仕方ないよ、参拝客の数がニュースになるぐらいだから。それもそうだね、考えても仕方ないことは考えないようにしようっと。もう割り切りがいいな。特にこれなんかあったっけ。あー出た。さ、何をお願いしようかな。そうだな、これ何にしよっかな。まあ、学業だな。もっと勉強ができるようになりますよね。すごい。その願い叶えてしみぜよ。おー、なんかその気になってきたぞ。もうこれ健康食品みたいな。あ、おみくじだ、引いてみようよ。おみくじだ。そうだな、よしやろう。そうこなくちゃ。占い嫌いだな。占いは好きじゃないけど、おみくじは好きなんだ。そうそう、都合いいからね、こいつね。どうしてなんだろう、どうしてなんだろうって言ってんの。どれどれ、今年の運勢は。大吉。今年の一年、あ、今年の俺は一味、一味違うぜ。一味に見えちゃった。光はどうかな。あ、中吉だ。お、去年は小吉だったから上り調子だね。へえ、毎回なんかヒロインが必ず大吉っていうわけでもないんだよね。中吉なんて最高だよ、上が残ってるし悪くないし。あ、大吉だと次はもう大吉以外な悪くなる一方だもんね。納得するようなしないような。楽しかったね、また来年も来られたらいいな。もう来年のことか、ちょっと気が早いね。そうだね、今年もよろしく。よし、元気な光とまた一年か。よし、光とデートなんで行こう。お、めっちゃ雪降ってる。あれ、光もう来てるぞ。釈然くん、ちょっと早く着いちゃってさ、退屈してたんだ。ここら辺のやりとり毎回同じだな。そんなことないよこのね、私は来たかったから早く来ただけ。よし、じゃあ行こうよ。あ、ペンギンショーをやってるね。ペンギンショーめっちゃ見てえな。ほんと？見に行こうよ、ね。こんな雪の中見れんのか、映像。ペンギンって、すげえ、思ったより大きいよね。特に、あの胸のあたりはさ。なんかめっちゃ動いてるけど、あの後ろの方で。あんな形してんの、ペンギン。めっちゃずんぐりしてんな、あれ。あー、これはね、いや、これどれにしようかな。持ち上げたら重いのかな、怒ったら怖いのか。あれで鳥なの、これかな、知的な、あれをね。鳥類なんだよって、ペンギンは鳥なんだよって、そのぐらい知ってるわって怒られないか。大丈夫か。そういえばそうだよね、ペンギンが鳥だっていうの言われないと気づかないよね。よし、そうかな、どう見ても鳥だろ。まあこんなもんだろう。だからもっといい答えがあったかもしれない。今日は楽しかった、また誘ってね。よし、あのさ、一緒に帰ろうよ、ね。オッケー。運動がちょっと少なめだな。どうだろう、運動した方がいいかな。あ、茶道やったら運動上がったっけ。上がんないよね。運動しよっか、ちょっとだけ。カエデコに電話しよっか。はい、さくらです。電話してくれるなんて、そうなの、若干違う、ね、電話になっちゃった、ごめんね。何回も電話することで何かいいことあるのかな、やっぱ。もちろん。じゃ、またね。よし、今日から新学期だ。さて、帰ろう。あ、光だ。これどうする。変に誘うと、あの学校のね、他の女の子に噂されちゃうんで、あえてここは無視しようか。
で運動もちゃんとできたんで電話かな。ひたすらひかりちゃん誘ってっか今回は。ボーリング場って行ってなくない？ひかりちゃんとボーリング場にしよっか。全然いけるね。ゲームセンターとかじゃなければ大丈夫か。じゃあとりあえずお茶やるか。お茶やってなかったな。逃げーってやつ。ここはこっちにしようか。もうひたすらこのカエデコと2つをね。はい、さくらです。よし、じゃあちょっとねこのぐらいにして次回ねこの続きをね進めていきたいと思います。ということでじゃあまたな。